龍造寺、高野部、紀元の熊。1529年生まれのこの男、紀元の国今の佐賀県の大名で、若くして家督を継ぎ、龍造寺家をめちゃくちゃ強い勢力にしたんだ。高野部のかっこいいところは、ただの戦士じゃないってこと。戦略家としても超一流。紀元国内で次々と勝利を収めて、領土をどんどん広げたんだ。有田や、今にも、彼の手腕でゲットしたエリア。でもね、高野部は戦だけじゃなくて、政治や経済にもめっちゃ力を入れてた。ただ、陶磁器製造に直接関わったって証拠はないんだ。有田焼が始まるのは彼の死後だけど、彼の知性が間接的に有田焼の発展に影響を与えた可能性はあるよ。隣の島津氏とは本気で敵対してたし、戦国時代のドロドロした関係もイケイケだよね。1591年に亡くなった後、龍造寺家は衰退したけど、高野部の名前は秘伝の国の歴史にしっかり刻まれてる。